現在川崎市岡本太郎美術館では芸術と社会を問う展覧会シリーズの一つとしてまじまチャンネル食欲連鎖を開催しています。食を題材にした制作を続けるアーティストまじま良一、岡本太郎美術館が食を発信するテレビ局に変身。ようこそまじまチャンネルへ。おはようございます。今日ご紹介します川崎市岡本太郎美術館なんですが、オープンしてほぼ2年経つんですね。11月にはなんと来館者が20万人を突破する。20万人、はい、本当に全国各地からたくさんの方においでいただいているそうです。はい、そして今、その岡本太郎美術館で開かれているのがまじまチャンネルなんですけれども、はい、このまじまチャンネルのプロデュースそして制作をなさったご本人まじま良一さんを、ゲストでお迎えしております。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、まじま良一さんはスペイン、アメリカで学んだ後に日本に帰国してらっしゃったんですね。はい、以後は食に関する問題をユーモアと毒のある視点で表現した作品を制作し続けていらっしゃいます。精力的に展覧会を行う傍ら、観客と直接コミュニケーションを交わせるワークショップも多数手掛けていらっしゃいます。そして、こちらが現在、まじまチャンネルで行われているんですが、パンフレットです。うん、なかなかちょっと怪しげな食べ物以外の不思議な作品もいっぱいありますね。これを詳しく皆様にご覧いただきたいと思います。はい、それではまじまチャンネルスイッチオンだぞ。さあ、このまじまチャンネル食欲連鎖ということなんですが、まずそのまじまさんは食というものを大きなテーマとして作品作ってらっしゃるわけですよね。はい、そうです。これ食というのはなぜこれをテーマに選んでらっしゃるんでしょうか。なぜ、うん、それはね、食っていうのは人間にとってすごい大切じゃないですか。毎日食べるし、ね、食べなきゃ死んじゃうし、死んじゃうし、その割には美術作品として今までやられてないんですね。ないんですかね。そんな少ないんです。すっごく少ない。なるほど。まあ、食べ物だけではなくて、まあ、その食べ物と今回はそのまじまチャンネルというタイトルがついてますよ。はい、何と組み合わせてっていうことになるんでしょうか、今回のコンセプトは。もうそれはもうテレビでしょ。チャンネルですから。はい、ちょっと入りますとね、はい、さっきみたいにそのテレビカメラがあったりとか、はい、まあ、言ってみればその美術館がテレビスタジオに変身したということなんですよね。はい、そういうことですね。本当にまじまチャンネルはもう食専門のチャンネルで、展示会場はその局のいわゆる見学コースみたいな形を取ってますね。いいな、マーメイドは好きだな僕は。これでもルアーだけだとなぜかなと思うんですけど、ちゃんと魚がいるんですね。大きな、います。なんか魚釣りもご趣味でいらっしゃるという。もう趣味を通り越してねえ。お、これはでこれはまじまの唐揚げというのは、まじまさんご本人が唐揚げになってしまっている。そうですね、美味しいですよ。いやー、僕はできれば食べたくないな。いやー、やっぱうまいと思うんですけどね。どのくらいがこう食べどこですかね。やっぱりお腹のあたりじゃないかな。お腹ですかね。はい、でも今回そのテレビと食どういう関わりっていうふうに考えてらっしゃるんですか。テレビと食ですか。うん、もうあなたもだってテレビの番組で食いっぱい見るじゃないですか。うんうん、だからもう現代はもう今日本はそういう形になってるっていうことで、もうそれを僕ら現代美術家はそれを捉えていくっていうのはまあ自然な形ですよね。食べる時にテレビを見ながらっていうのも多いですよね。多いですね。昔はもう大家族でテレビ消して食べてたのにね、もう今は各家族になっちゃって、そうです、ね、各自がもうテレビ見ながらって食べて、僕なんか子供の頃はご飯食べる時はテレビつけちゃダメなんて言われてましたね。言われましたね。そうでしょ。でも今はもうね、違ってきましたよね。テレビがおかずなんてね、テレビはもうおかずですね。要するに食べるためにはテレビがあってっていうことになるんですか。うん、だからテレビとお話しながら食べちゃうとか、それも実際みんなやられてるような気がありますよね。僕なんか料理番組見ながらご飯食べたりしますからね。うまそうだなあれなんて言いながら。そうですよね。そういう意味では非常に食が私たちの生活に切っても切り離せないものと同じように、テレビも非常にまあ生活の中に入り込んでるっていうことなんですよね。そうですね、まあ、情報機関としてはもう一番強いんじゃないですか今。もうこれなんか一番いい例ですよね。テレビを食べながら、あ、テレビを見ながら食べているという。だからテレビが具になってるということですよね。はい、まあ、でも先ほどもちょっとありましたけれども、お客さんが実際にその体験というんですか、はいはい、美術館の中でいろんな、まあ、パフォーマンスに巻き込まれながら一つの作品ができるというところがあるみたいですが、はい、考えました。はい、これやっぱりただ見るだけじゃなくて参加してほしいという。そうですね、もうこれからの美術というのはもう見る方が
もう参加するっていうのがもう当たり前になってくると思いますね、うん、はい。やっぱりどちらかというとまだね美術館ってこう敷居が高いと思ってらっしゃる方って多いんじゃないですか、そういう意味ではあの非常にこう楽しく参加をしていただくという。そうですね、参加したくなくても入っちゃったら参加しちゃって主役になっちゃうというような、気がついたらってそうですね。そしてこちらは食べていただくのがその参加ということになるんでしょうけれども、はい、真島さんが考案されました、ランチということですね。そうですね、まあ、これもあのこの中の、まあ、一つの大きなあの要素にはなってます。まあ、ここで食べてもらって楽しんでもらって、はい、パクッと食べてきましたよ僕も。あ、ありがとうございます。そしてこれは入ってのお楽しみ。これはねすごい面白いんだよね。喋りたいけど喋っちゃうとなるからな。これはぜひ足を運んでいただきたいですね。秘密だね、秘密。じゃあいきます。多くの現代美術作家の中で真島良一という作家は食をテーマとした作品を作られている非常にユニークな作家の一人ではないかと思われます。単に食だけではなくて、テレビあるいはコンビニエンスストア、そういったものとの食を非常にユニークな視点で作品を作っておられます。短すぎるか。はい、ちょっとね、じゃあ2人でお話をいろいろ伺っていこうと思うんですけど、はい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 、ちょっとズバリ聞いてしまおうかな、真島さんにとってアートとは何ですか？アートとは、はい、あのね、分からないから続けられるものだ。分からないから、なんだか分からないですよね、アートって、基本的にこう何をこう表現、何を伝えようと思ってこの頭の中ではいろいろなことをこう考えてらっしゃるんですか？だからなかなか分かんないんですよ。要するに数学でも何でもそうじゃないですか、答えが解けないとどうしてもそれ解くまでやるけど、解いちゃうともうそれ置いちゃうじゃないですか。でまた次行くじゃないですか、ちょっと全く同じだと思いますね。あ、だから、はい、僕はちょっとあの真島さんのですね、作品を見ていてこの食だけではなくてですね、いろいろね女性の要素もねたくさんあるような気がしたんですよ。いい質問じゃないですか。いや分かんないですね、自分では分かんないですね。やはりその女性というのも僕ら男性から見てみるとこう神秘的な分からない部分って多いんじゃないですか。やっぱそういうところからこう女性っていうのも真島さんの心を捉えている部分っていうのもあるんですかね。そうですよ、分からない深い溝がありますからね。そう思いません？思います。溝があって、まあ、僕らにはちょっと理解できないところありますよね。近づけそうでなかなか近づけないですよね。だからまたその美術の作品としてそれ分からないからこそなんかこう出したいっていうか表現したいっていうのがあるんじゃないかな。で食と、女性がくっつくと、ね、あのラーメンの中に入っている女性とラーメンが出来上がったりしてくるわけですか？いや、そういうわけでもないけどね。そういうわけでもないですか？まあ、だってあれ男もいるわけだから、ボーイガール両方ですよね、まあ、人間ですよね、要するに、はい、あの食べ物はどんなものが好きなんですか？魚ですね。魚、はい、自分の釣った魚が一番好き。やっぱ味が違ってくるんですかね？絶対違うと思います。一味も二味も、それの程度じゃないと思うね。100味ぐらい違うかもしれない。なるほど。あの普段は、どんなことしてるんですか？普段はだから朝ちゃんと食べて、アトリエ行って、で何かブラブラしてて、熊のように行ったり来たりしてて、いろいろ考えたり作ったりしてて、お昼食べて帰ってきて、自転車で行くんですけど、自転車で帰ってきて、それでまた夕飯を食べてっていう、まあそのね、飲んで食べますけど、はい、1日どのくらいこのなんていうんですかね、創作活動に励んでらっしゃるんですか？まあ、その考えてる時間も入れて。そうですね、大体朝10時ぐらいから大体7時8時ぐらいまで、あ、じゃあほとんどずっと常にこうアートのことを考えてるって感じですか？いや、そればかりじゃないですけどね、あのサボってることもあります。はい、あ、そうそう、一つお聞きしなきゃいけないんですけども、真島の餌というのが、あの会場にあったんですけども、真島さんが毎日こう食べてらっしゃる、メニューが全部写真になって載っかってるっていうやつなんですけど、あれはどんな気持ちで作り始めたんですか？自然のうちに撮っててね、まあ、僕食の仕事っていうか食を題材にしてますから、撮ってるうちに、まあ、1ヶ月ぐらい続けていったら、あれ自分の体調とか自分の生活空間っていうのか自分がやってることっていうのが、その食だけ、朝昼晩だけでこう見えてきちゃう、で他の人に見せても、あ、真島さんこの時調子悪いでしょうとかちょっと飲みすぎてますねとか分かるわけですよね。
それでちょっとじゃあ1年やってみようかなと思って、はい、現在も続けられている、だから日記みたいな感じですよね。あ、はい、もうこう見ていくと あの日は風邪ひいてたから、おこんなもん食べてるな、うん、今日は元気だからステーキ食べてるみたいな、うんうん、ちなみに今日の朝は何を、トーストとチーズと味噌汁ときゅうりですかね。トーストと味噌汁ときゅうりですか。はい、いい組み合わせですよね。不思議な感じがしますね。いやバランスがすごい取れてる味噌汁とパン、きゅうり絶対合う。合うんですか、うん、なるほど、ね、もう大抵そうですね。あ、味噌汁、うん、晩の残りの味噌汁を温めて、トーストと、やっぱり食もちょっとね角度がこう違いますね、一般の方とね。そこがアーティストなんでしょうかね。いやそんなことないで、やりません。あんまりやらないですね。え、嘘。いや普通はやっぱりそうでしょ。だって味噌スープっていうぐらいなもんですから。まあスープですけどね。そうそうそう、僕はあの牛乳とご飯を一緒に食べて気持ち悪がられたことありますけど、これよくやりますよね。やりますよね。やりますよね。それやりますよ。僕やったことないですけどね。やばいやばい、時間がなくなってきちゃった。ちょっと時間がなくなってきちゃったんで、最後にテレビを見てる皆さんにですね、ちょっとこの今回の展覧会のですね、はい、見どころをキュッと、ご紹介していただければと。見どころですか。まあ見に来る方がですね、まあ観客の方がもう主役になれたり、自分でもわからないけど人に見られたり、まあそういう部分がたくさんありますんでね。あとまあ見に来る方がまあなんかこう食について考えてもらう、あれっていうな、そういうところが多々あると思うんでね、まあ、十分にこう楽しめるようにはなってると思います、はい、本当にあれと思います。ハンカチ3枚持ってぜひねこのまじまチャンネル、ね、行っていただきたいと思います、ね、今日はまじまさんどうもありがとうございました、はい、こちらこそありがとうございました。さてただいま開催中のまじまチャンネル、来年の1月14日までとなっています。開催時間、休館日、観覧料はご覧の通りとなっております。なおまじまチャンネルのプロモーション映像魚の花道や、イベントの公開生中継した映像のダイジェスト、美術館のホームページで放映しています。アドレスはご覧の通りです。岡本太郎美術館は小田急線向ヶ丘遊園駅より徒歩およそ17分。詳しくはこちらの電話番号までお問い合わせください。魚の花道おすすめなんで、ぜひ皆さんインターネットもチェックしてください。紹介しましたまじまチャンネル食欲連鎖の招待券をペアで5組10名様にプレゼントいたします。はい、ご希望の方はおはがきに住所、氏名、番組の感想、そしてシクラメンかパンジーかまじまチャンネル招待券かをはっきり書いて、ご覧の宛先までお送りください。もちろん E メールでもご応募できます。お待ちしておりま すよ、まあ、岡本太郎美術館でのまじまチャンネル、はい、岡本太郎さんもテレビとの関わり非常にね強かったアーティストの方ですから ね食べることも一生懸命された方ですからね、はい、ぜひ皆さん足を運んでみてください。ではまた来週です。